その時にこう日本人としてですね、いろいろこう助けられたことがありまして、そういったあらゆるこう力を自分に貸してくれた方に、感謝の気持ちを込めて作った曲です。ちょっとゆっくりした曲ですが、聴いてください。ありがとうという曲です。
瀬戸君のオリジナルで、ありがとうというあのこちらでは英語で書いてあるんですけどね、ありがとうみたいな、ローマ字で書いてあります。